バウル、お前結局3回もリゾットとやらをおかわりしてたな。そんなにうまかったか？よく考えれば食べ物に罪はありませんので。お口に合ってよかったです。うん、それにしてもです。ああ、銀のフクロウの連中が随分と頻繁に風なき渓谷からこちら側へやってくるようになったな。我が物顔で茨の国の土地を荒らしおって、卑しい盗掘者どもめ。100年ほど前、雷光岬にたどり着いたのは小さな帆船一隻だが、奴らは瞬きの間に数を増やし、この国に住む妖精を上回った。今じゃ風なき渓谷から東はすっかり奴らの住処だ。人間め、こんなことなら最初に追い出しておけば。女王陛下も当時はこれほど手を焼くことになると思っていなかったんだろうよ。自然や動物たちを敬いつつましく暮らすってんなら捨ておくところだが、これ以上あちこちの山や森を掘り返されちゃたまらねえ。急いでマレノア様の書状を東の砦まで届けねえとな。マレノア様、誰なんだぞそれ。貴様、マレノア様をご存じないのか。かのお方は若様の。マレノア様はこの茨の国の姫君であらせられる。小僧の言う通りだ。現女王マレフィシア様の一人娘であり、俺たちの主であり、野原城の城主でもある。野原城、竜の都にある王城、国林城ではなく。茨の国の南に広がる湿地緑ヶ原、その中央でサンゴの海や風なき渓谷の向こうからやってくる不届き者に睨みを聞かせている城塞、それが野原城だ。マレノア様は我らこの得体を指揮するこの国の守りの要でもある。我ら王宮この得体はマレノア様から銀のフクロウへの要求書を届ける使節団として今日野原城から出立したところだ。要求書というと？決まっているだろう。我らの国での銀のフクロウによる無礼な振る舞いを即刻やめよとの最後通帳だ。魔法で飛べばすぐに奴らの砦までたどり着けるんだから。飛行術を使わないことに何か理由が？俺たち以前に書状を持って東の砦へ向かった使節団が次々行方不明になっている。え？俺たちの仕事は書状を届けること。次に目的地までの道すがら行方不明者を捜索すること、そして妖精に無断で採掘行為をする銀の袋を見つけて駆逐することってわけだ。外交は本来貴族連中の仕事、なぜ右大将殿が押し付けられねばならないのです。妖精は人間に比べて数が少ないからな。銀の袋が現れてから常に労力不足だ。それに貴族連中は鉄の匂いを嗅いだだけでそっとしちまいそうな頼りにならん奴らばっかりと来た。マレノア様もその辺を考えて俺を選んだんだろうさ。それは俺たちはこれからこの暗夜の森を抜けて緑ヶ原を通り風なき渓谷へ向かう。風なき渓谷を抜けたら紅ヶ原と劉備岳で行方不明者の捜索を行いつつ大陸の東端にある銀のフクロウの砦を目指すことになる。長旅になりそうですね。おじけづいたか。まあ、ナイトレイブンカレッジの使者ども、この俺に学校なんぞに通ってる暇があるように見えるか。骨を折って俺たちについてきても危ないばっかりでお前らに旨味は少ねえ。悪いことは言わねえからさっさとてめえらの学校に帰れ。いえ、こうしてお話を伺ったことでバンルージュ殿にナイトレイブンカレッジへご入学いただきたい気持ちがより一層強くなりました。はあ？確かに我々があなたに教えられる魔法は少ないでしょう。しかしきっとあなたにとって学園生活はかけがえのない思い出になるはずです。シルバーだからこの任務を終えた時に改めてご招待します。俺たちの母校ナイトレイブンカレッジに。
この任務が終わったところで俺の考えは変わらねえだろうが、それでも俺たちにひっついてくるつもりか。はい。命の危険があってもか。はい。人間のことはよく知らんが、もしかしてナイトレイヴン・カレッジってのは人間の中でもかなり変な奴が集まってんじゃねえのか。確かにかなり個性的なものは多いです。出身地も種族も文化も多種多様だ。だからこそ毎日多くの学びがある。勝手にしろ、もう俺は知らん。ありがとうございます。